やーしや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 し、皆さんこんにちは。ななちゃんとななごろうです。今日はですね、夜の松本城夜桜会の様子を見に行きましたよ。ちょっと歩いてみましょうか。あいにくの雨です。桜の季節になりました。ここ松本城は4月10日頃から桜をライトアップして夜桜会をやるそうです。今日は4月の8日、ちょっと気が早いですが、松本城の夜散歩をしてみたいと思います。ななちゃんも連れて行きたかったですけども、今日はお留守番してもらいます。その代わりに、見えますかね、ななちゃんの登場です。よし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 、はい、挨拶してください。こんにちは。雨なので人が少ないです。なんか泳いでますよ。ちょっとアップしてみましょう。こんなもんか。このぐらいかな。見えますかね、白鳥です。そしてななちゃん、よしよし、堀沿いに桜が少し咲いていました。そちらの方に移動してみましょう。はい、お待たせしました。場所は変わってお堀沿いの道を歩いております。さあ、どんな感じでしょうかね。夜桜会はまだ始まっていませんが、ほんのりライトアップがされております。桜もどうですか、咲き始めですかね。何桜って言うんですかね。小彼岸桜、ちょっと詳しくないので分かりません。
ライトアップされた桜、綺麗ですね。そして桜と奈々ちゃんはいかがでしょうか。よし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 、もうちょっと歩いてみましょう。国宝松本城桜並木光の回廊、4月10日からです。お時間のある方はぜひぜひ松本城にお越しください。雨の松本城、実況は七五郎でした。現場からは以上です。ではでは、またねー。ポチポチ。ご視聴ありがとうございました。よし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 。